昨日の配信では仲間の一人が習慣化って意味ないよねみたいな話してて、改めてちょっと俺も考えて、あ、確かにでもそういう誤解もあるかもなって思ったんで、ちょっと動画にしました。はい、今日は習慣化の誤解、皆さん誤解してませんかっていうことを皆さんに問いたいです。はい、じゃあ早速いきます。習慣化の誤解ね、2つあります。2つ誤解があるかなと思ってます。はい、1つは漠然とやってたらダメなんだよねっていう、目標を設定しなければいけない。まず目標を設定して、逆算して行わなければいけない。これがまず誤解1つです。1つ目ね、漠然と毎日やってりゃいいってわけではないんですね。まあ、その例として、その仲間の1人が言ってました。学生時代にね、すげえ勉強しても休み時間も全部勉強してるけど全然点数取れてないやつがいたって話。そう、まあいるじゃんそういう人。そうで、なおかつ俺もね、小学校4年生から俺サッカーやってるんですよ。小学校、あと中学校 1,2,3 でしょ。で、高校 1,2,3 サッカー部なのよ。そう、そんなね、8年間もサッカーやってりゃさ、うまいじゃん、大体。でもね、マジ下手なのよ。リフティングも5回とかしかできない。もう未だにね、その高校3年生の一番ピークの仕上がってる時ですら、そのぐらいしかできなかったから。確かに8年間やったけど全くうまくなかったっていう経験俺もあるのよ。そうそうそう。それなぜかっていうと、その目標を決めてないんだよね。漠然と、まあ、毎日練習してるだけ。そう。基礎が全然俺なかったんで、もし今からサッカーをやるとしたらね、そのトラップとか、その基礎に集中して、まずここ、もうそのトラップに、もうフォーカスして、そこを改善するために練習すべきなんですよね。そうそう。でも、学生時代そんなことしないじゃない。毎日バーって練習して、うわーって走ってさ。そう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 。だから結局、うまくならなかったっていう、事実があります。はい。で、この誤解ね、皆さん、習慣化、やればやるだけ、伸びるって思ってるとは思うんですけど、そもそも目標設定、というか目標をちゃんと設定し、そこから逆算して必要なもの、必要なことをやらないと、その結果にコミットするために必要なことをやらないと、もちろん意味ないとはまでは言わないけど、無駄な努力とまでは言わないけど、その労力に見合った結果にはならないってことが誤解その1です。はい、はい、習慣化の誤解その2、その2はですね、習慣を常にアップデートしていかなければいけないということです。はい、よし習慣化できた、これを毎日やればいいんだな、ではないんですよね。はい、もちろんそのやらないのが一番ダメですよ。そうそうそう。あ、痩せなきゃなーつって結局やらないってのはダメだから、もちろん何かしら努力するのは大事、偉いです。それやってる人偉いです、偉いんだけれども、まあ、例えば習慣化のコツその1で言いました、そのちっちゃく始める、とにかく継続できる重さで始めるっていうのは大事なんです、大事なんですよ。まずはね、続けるためにそれをしなければ続けられないっていうのはすごいわかるし、とても大切なんだけど、それだけやってても結果にコミットできないんです。結局習慣化って何のためにやるかっていうと、結果にコミットするため、その目標を達成するためにやってるので、例えばダイエットしたいな、でもそのね、小さく始めるって言ってたから、じゃあ家の周りぐるっと歩くことを習慣にしましょうってまず設定したとして、じゃあそれをね、5年間家の周り歩くだけで痩せるかっつったら絶対痩せないでしょ。そうそうそう。要は結果に早くコミットするためには、負荷を上げていかなきゃいけない、質を上げていかなきゃいけない、量を上げていかなければいけないので、その習慣を常にアップデートすることが必要です。はい、最初は継続するためでもいいけど、徐々に慣れてきたらその結果にコミットするために変えていかなければいけない。そう、なんならやることも変えていかなきゃいけないかもしれないし、増やさなきゃいけないかもしれない。走るだけじゃなくて、その食事制限とかにもなると、ダイエットだったらね、もちろんなると思うし、その結果にコミットするために、自分の身につけた習慣を常にこう、ちゃんと結果にコミットするための道なりになっているか吟味してアップデートはしていかなきゃいけないんですよっていう話。はい、今日は習慣化の誤解について2つ話しました。1つはね、これ習慣化のコツその2で似たようなことは言ってたんですけど、ちゃんと説明してなかったかもしれないと思ったんで、はい、誤解1つ目は、目標をちゃんと設定して、そこから逆算しなければいけないと、まず最初にね。で、誤解2つ目は、常に習慣化をこうアップデートしなきゃいけない、自分の習慣をアップデートして
精査していかなければいけないということです、はい、でなんでそうなのかっていうと、そもそもなんで習慣化するかっていうと、目標にコミットするためだから、なりたい姿、得たいスキルを習得するために、毎日、それを習得するために必要なことを毎日やるっていうのが俺の言ってる習慣化ですから、はい、ただ漠然と努力することを推奨してるわけではないです、はい、ってことが誤解その2つでした。大丈夫かな大丈夫かな、分かっていただけたかな、はい、そう、なんだか習慣化習慣化って言ってますけど、俺の言ってる習慣化っていうのはそういうことです、はい、ではご清聴ありがとうございました。